シベリア横断直後の玉行き作玉行き作から1906年9月25日は日本のジャーナリスト、教育家、冒険家。札幌農学校でドイツ語教授を務めた後にシベリアを単身横断してドイツに渡り、月刊誌、東亜で名手玉川を醸造していた作り酒屋に生まれる。山口黒城塾、広島県中学校を経て、 上京しドイツ学協会学校に通う。同時に、遠い親戚で幼い頃から、兄のように慕っていた、原田貞介の下宿に入り浸り、ドイツ語の手ほどきなども受けるようになった。1882年、帝国大学医学部予備門に最年少で合格する。ここで、玉井は、生来の気質家旧友たちの間で、存在感を増すようになり、下宿には連日人が集まるようになっていた。 この頃、玉井の下宿に出入りしていた人物には、港熊楠などがいる。しかし、こうした生活によって交際費が増大する。一方であった玉井は、予備門の月謝を払えなくなってしまい、一年で除籍されてしまう。にもかかわらず、玉井は予備門の授業に出席し続け、また教授もこれを黙認した。玉井のドイツ語は優秀であったし、また当時は、 このような潜り学生の存在は珍しくなかったためで、ある。1884年、原田貞助の分家筋であり、玉井にとって4歳年下の幼馴染みでもあった、原田悦と結婚。1886年、原田貞助が帝国大学を中退して、ドイツへ留学したことに刺激され、玉井もドイツへ行くことを本格的に考えるようになる。そこで、 留学の資金を稼ぐため、西野文太郎らと協力して、ドイツ語学習を中心とした私塾、東京促成学館を設立する。ドイツ語熱が高かった、当時の世情や、まいのドイツ語力が高かったこともあって生徒は多く、集まり、これは一定の成功を収める。しかし、この頃になると、まいは医学の道に進むことに疑問を抱くようになり、同年11月、 第一高等中学校のドイツ法律家に編入した。1888年4月、予備門の教授や卒業生からの推薦により、札幌農学校にドイツ語教授として迎えられたため、東京促成学館を閉鎖し、札幌へ向かう。札幌農学校では、同僚であった、二戸ベ・イ蔵や松村・松年高岡熊を、大島・金太郎などと親しくなったが、 成功うどくの生活を夢見るようになったため、1891年3月に退職し、札幌近郊で農業を始めた。しかしこれは失敗に終わり、これを機に玉井はドイツへ渡ることを決意する。1892年11月17日、玉井は妻子を原田本家に預け、単身日本を建った。玉井は下関から富山を経由し、 ロシアのウラジオストクへ向かった。直接ドイツに向かわず、ウラジオストクに向かったのは、名目上は、日露貿易の勉強のためということであったが、実際は、ドイツまで直接行く費用がなかったため、道中で資金を稼ぎながら、シベリアを横断しようと考えたためであった。なお、文献によってはこれを、密入国と書いているものもあるが、たまいのパスポートが現存しており、これは誤りである。 ウラジオストクでは、冤罪で投獄されるというアクシデントにあったことや、旅費を稼ぐために働いていたこともあって、約6ヶ月滞在している。1893年5月31日、旅費がある程度溜まったためウラジオストクを出発した、マイは、ハバルフスクからアムール川を帰船で訴状して、ウラゴベシチェンスクに向かった。同地で3週間働いて、旅費を稼いだ後、 スレチェンスクチタベルフネウジンスクイルクーツクと精神する。なおこの時、陸路の多くでは茶を運ぶキャラバンに同行していた。イルクーツクに到着した玉井は、ここで旅の続行の危機に陥る。ウラジオストクで稼いだ資金が底をついた上、慣れない食事によるゲリやアクロを走る馬車に長時間乗っていたことなどが原因で、重度の地をわずってしまっており、労働は、 おろか眠ることさえできないほどの痛みに苦しめられることになっていたのである。しかし、ここで、神学校で学ぶため単身ロシアに渡っていた、シーナ・安之助スケというかつての東京測成学館の生徒と再会。シーナの協力を得て、3ヶ月半の滞在の後に、イルクーツクを出発することができた。イルクーツクからトムスクまでは、また、チャノキャラバンに同行したが、これは、 玄関期だったため過酷な道のりとなった。気温は氷点下摂氏40度前後の日が多く、来ている毛皮の街灯が凍りついて板のようになることさえあった。またタイはあくまでも茶を早く輸送することが目的であり、本来の客ではない玉井はタイに置いていかれることもしばしばで極寒の中を走ってタイを追いかけざるを得ない時もあった。また、 道中で盗賊に襲われたということも記録されている。このような30日間の道のりの末にたどり着いたトムスクではトムスク大学や現地の新聞、シベリア放置の人間から支援を受けることができた。このため、以降は鉄道などを使って順調に進むことができ、1894年2月26日、当初の目的地であったベルリンに到着する。 日本を経ってから467日目のことであった。ドイツ到着後の玉井は、ハンブルクやベルリンの輸入品店で働く生活を送っていたが、その生活の中で、ドイツ人のアジアに対する知識や考えに誤解が多い、ことに気づく。これを問題と考えた玉井は、日清戦争が起きたことを機に、ドイツの新聞で、日本やシンなどアジアについての原稿を書くようになり、同時に、 ドイツにおける日本についての言論などを日本の新聞社へ送るということも行った。こうして、玉井は、ジャーナリストとしての道を歩み始める。また、1898年には、シベリア横断、特にイルクーツク・トムスク間についての記録である、カラワネン・ライゼイン・シュビリエを観光した。同年3月、玉井は、月刊誌、東亜を発行する。ドイツにおいて、 日本人によって雑誌が発行されるのは初めてのことであった。東亜は日独貿易の大機関と謳っており、日本を中心とした東アジアの情勢に関する報道のほか、貿易に関する日本の法律のドイツ語訳や、ヨーロッパ在住の日本人の連絡先、ヨーロッパから東アジアに向かう船の時刻表などを掲載するなど、貿易を円滑にする情報を多く発信した。 関連して、ドイツ企業の日本における特許取得の代理店などといった事業も行っている。また、東亜の発行部数は5000部ほどであったが、そのうち3割程度は日本で販売されており、この日本とドイツの両方で発売されているという点を活かして、日本とドイツ両方の企業から広告を多く取っていた。東亜に広告を掲載していた企業としては、 ドイツ企業では、ルーベック機械製造会社など工業機械会社が多く、またステッドラーなども広告を掲載している。日本企業では高島屋、ひげた上油、日本優先、横浜賞金銀行などが広告を掲載していた。東亜は1910年2月まで通算139号が発行されており、そのうち138号分は東京大学総合図書館に所蔵されている。 なお、東亜によく原稿を掲載していた人間として、アレクサンダー・フォン・シーボルトがおり、アレクサンダーの原稿は後に、ジーボルト最後の日本旅行など、単行本にまとめられている。こうして、ジャーナリストとして活動を続ける中で、たまいの家にはよく人が集まるようになっていき、ドイツに在留した日本人でたまいの家に行ったことのないものはないと言われるほどで、あった。このことから、 施設講師の異名を取るようになる。玉井の家に来た人物は、寄席垣町に一筆するのがしきたりであったが、その寄席垣町には、二戸部稲造、松村松年、高岡熊尾、大島金太郎といった札幌農学校時代の同僚をはじめ、長岡外氏大岡育造、三戸達吉、後藤新平、長岡半太郎、賀谷一岩谷さざなみ、鈴木貫太郎、 川上乙次郎、佐田彌子などといった名前が残っている。1904年、日露戦争が始まると、玉井は、東和市場で、戦争報道などを行う傍ら、シベリアから脱出してきた、戦争難民への支援や日本赤十字社への募金を呼びかけるなどといったキャンペーンも行った。このうち日本赤十字社への募金については、 平均的な初任給が月20円の時代に約12,500円が集まったことが記録されている。また、この頃玉井は、赤石元次郎と接触していたことが妻、越の証言から判明しており、公式な記録は残っていないため詳細は不明だが、情報収集などの点で、赤石の対路工作に協力していたのではないかと見られている。しかし、この頃から、 玉井は結核にかかり、これが原因で1906年9月25日に死去。40歳。墓所はベルリンと光市の両方にある。1924年、ベルリン商工会議所前に共造が建立される。これは後に第二次世界大戦で破壊された。1942年、玉井のシベリア王断が初めて日本のマスコミに取り上げられる。 1963年、カラワネン・ライゼインシュビリエンが、初めて、日本語に翻訳され、シベリア大賞機構の題で、チクマ書房の世界ノンフィクション全集47に収録された。平凡社、1981年 ISBN9 兆7845億8280万3983、大島みきを、シベリア漂流、玉井奇作の生涯。 新調者、1998年296から301ページ、ありがとうございます。